ハイダラバードビリアーニ。他のインド料理とともに。ビリアニ、ビリアーニーは、インドア大陸のムスリムにその起源を持つ、混ぜご飯料理である。スパイスと、ベー、肉、魚、卵や野菜などから作る、ベー料理である。同じベー料理であるプラオとビリアニとの違いは、プラオは、生の米を炒めて、魚介、野菜などの具材と、スープと合わせて、 炊き込むのに対して、ビリヤニは原則として半茹でにした米と、別途調理された具材を合わせて炊き込む点にある。ヒンディー語の発音をかなにすると、ビリヤーニー、または、ビリヤーニーが近い。欧米圏では、ローマ字ではビリヤニー、または、ビリヤニー、ベリヤニーなどと書かれる。ビリヤニの起源は、本場パキスタンでも諸説があり、一説には、ビリヤニという名称はペルシア語でこの料理を指す。 ベリアニが添加した説がある。2017年のビリアニのインドの切手、ビリアニに一般的に使用されるスパイスや調味料は、ギー、ナツメグ、メース、クミン、胡椒、クローブ、カルダモン、シナモン、ローリエ、コリアンダー、ミント、生姜、玉ねぎ、そしてニンニクなどである。また高級スパイスであるサフランも使用されることがある。 ノンベジビリヤニの場合にはこれらのスパイスと共に、牛肉や鶏肉、ヤギ、羊肉などの肉や魚もしくはエビなどの魚介類が用いられる。また、ビリヤニはそれ単独ではなく、ダシチャツネやライタ、コルマ、酸味のある、ナスカレーをはじめとするカレー類、ゆで卵や、サラダなどと一緒に供されることもある。ダム調理の様子チキンダムビリヤニビリヤニを作る際には、 ダムと呼ばれる加熱法が取られる。これは、ハンディの一種である、特殊なビリヤニ鍋に材料を入れ密封した後、長時間弱火にかけて調理する方法である。なお通常、ビリヤニにはこの製法が用いられるのではあるが、一部の、レシピには、この加熱法の眺め役される。ハイダラバードでの家庭におけるビリヤニ調理の様子、ビリヤニの主な調理法には、パッキを使う方法。 カッチを使う方法、生米を使う方法の三つの調理方法がある。パッキパッキは調理されたという意味のヒンドゥスターニー語である。これは、この種のビリヤニでは、ダム調理の前に、グレービーが加熱調理されるためである。まずはじめに肉などからなるグレービーを作り、米を半分ほど茹で、グレービーと米を交互に層にして炊き込む。肉を使わず、野菜と、米。 スパイスだけのベジタリアン向けもある。ほとんどのビリヤニがこれに当たる。ハイデラバードを除くほとんどの地域では、カッチビリヤニが知られていないため、パッケビリヤニとは呼ばれない。カッチカッチは、聖ーのという意味のヒンドゥスターイー語である。カッチビリヤニは、マリネされた生肉を意味する、カッチイエグニーとも表記される。ビリヤニで有名な都市ハイデラバード特有のビリヤニで、ある。 作り方は、生肉とヨーグルトとスパイスをマリネしたものを一晩寝かせて、鍋底に敷き、その上に半茹での米の層を重ねることで調理される。じゃがいもが米のとに加えられることもある。加熱時には材料から出る蒸気だけで調理が行われるように、通常は出来上がるまで鍋は密閉される。カッチビリアニを調理する上での極意は、 米を調理しすぎることなく肉が柔らかくなるまで、しっかりと火を通すことである。また盛り付けの際に、鍋の上下の層から米と肉を適量合わせて取ってくる、こともシェフの腕の見せどころである。ゆで卵やサラダと一緒に添えられることも多い。ただし、ベンガル地方で、カッチビリヤニというと生米のビリヤニを刺すので、注意が必要である。 生米プラオと同じように生米から炊くレシピである。プラオと異なる点は、スパイスの量が多い、炊き上がった米の色が白以外などで区別される。ラホール、タミル・ナード州のビリヤニがこれに当たる。ベンガル地方では、これが、カッチビリヤニと呼ばれる。ラクナウビリヤニとシラクナウと、ビリヤニは強制関係といっても、過言ではないほどの深い関係にある。 ラクナウビリアニは、ムガル帝国のムスリムたちが、北、インドを石見した、際の置き土産である。ラクナウは、ムガル宮廷文化の広がりを背景として、ダム調理など、現在のレシピにつながる、ビリアニの調理法の基礎が確立された場所である。また代表的なビリアニの調理法の一つである、プッカはラクナウに起源を持ち、アワギビリアニは、プッカビリアニの別名として通用している。 ハイダラバードビリヤニノンベジのハイダラバードビリヤニはインド全土で食べられており、インド料理に不可欠な存在となっている。ムガル帝国時代のハイダラバード漁師の厨房では、魚、ウズラ、エビ、鹿、ウサギなどの材料を使った49種類のビリヤニが作られていた。ハイダラバードのビリヤニで一番有名なのはカッチビリヤニと呼ばれるもので、 マリネされた肉と米を一緒に蒸し焼きにすることで作られる。北、インドでは様々な種類のプラオが伝統的な料理として作られていたので、最近までビリヤニはあまり知られていなかった。カルカッタビリヤニインドで3番目に有名なカルカッタビリヤニはラクナウビリヤニから発展を遂げたもので、最後のアワド大使であるワジドアリシャが1856年に、 軽かった金庫のメディアぶりに追放された時に持ち込まれた。食に対してうるさかった。彼は追放される際に専属シェフを連れて行ったからである。その後、ビリヤニはより貧しい一般の家庭にも浸透したが、高価で手に入りにくい肉はジャガイモにとって変えられた。現在では肉とジャガイモが入っていることが軽かったビリヤニの特徴となっている。また、 カルカッタのビリアニは他のビリアニと比べて使用される、スパイスの量が控えめである点も特徴の一つである。モラダバディビリアニこのビリアニはインドウッタルプラデーシュ州のモラダバディにのみ存在し、別名モラダバディヤクニビリアニとも言われている。この名前はヤックニと呼ばれるスパイスで調理された肉がこのビリアニに用いられることに由来する。 デリーにも少し種類の違うスパイスや米を使ったよく似たビリヤニがある。デリーのものと比べたモラダバディビリヤニの特徴は、デリーでは一般的でないナツメグ、メース、バターチリが使われることである。バトゥカルビリヤニパキスタン風のボンベイビリヤニバトゥカルのノンベジビリヤニはカルナータカ州の沿岸地域で食べられている特徴的なビリヤニで、 なはやっと料理の中で重要な位置を占めている。バトゥカルビリアニは、ボンベイビリアニを独特の色彩と風味を加えることで改良したもので、ある。バトゥカルビリアニには、マトンや、魚、鶏肉、牛肉、そしてエビなど様々な食材がメインの材料として用いられる。またこの、ビリアニには大量の玉ねぎが使用されることも他の、 インドビリヤニとの大きな違いとして挙げられる。バトゥカルビリヤニは、ビリヤニ鍋の底に入れた肉と玉ねぎをベースとする、グレービーの上に米を厚く敷き詰めることで調理される。米と肉は強される直前に混ぜ合わせられる。またバトゥカルビリヤニ特有の香りは、現地で採れるカルダモン、クローブ、シナモンなどのスパイスによるものである。タラスセリーもしくは、 カヌールビリアニータラッセリーもしくはカヌールビリアニーには様々な種類がありイスラム教徒によって伝えられた非常に人気のあるケララ料理であるこの料理はケーララ周辺岸部特にマラバー地方で有名である主な材料には牛肉鶏肉羊肉または魚などが使用されるこのビリアニーは 一般的に米をギーと混ぜ合わせ豊かな風味を作り出すという点で、インドの他のビリヤニとは全く異なる。ナツメグ、カシュー、クローブ、シナモンなどの現地のスパイスを使うほか、ごく少量のチリが使用されるが、インドの他のビリヤニと比較すると、とてもまろやかなビリヤニである。このビリヤニは、マラバービリヤニとしても知られており、ケララ州、マラバ全域、コジコドゥから、 カサルゴットで稀な薄味のビリヤニとして作られている。ディンディグルビリアニディンディグルビリアニは、インドのタミルナードのディンディグルあたりで、セーラガサンバという小粒の米と、特別な具を使って作られる。シンディビリアニパキスタンのシンディビリアニパキスタン風の、フィッシュビリアニシンディビリアニは、パキスタン料理の中で、とても人気のあるメニューであり、パキスタン全域は愚か世界中で食べられている。 中でも、パキスタンのカラチとインドのハイダラバードでは、この種類のビリヤニは、非常に親しまれている。なおこれら二つの都市では、チキンビリヤニが特に好まれている。パキスタンには、他の種類のビリヤニも存在するが、それらは主に、シンディビリヤニをベースとしたものであり、ヨーグルトの使用などいくつかの共通点が見られる。また、パキスタンにおける代表的な航空会社である、 パキスタン国際航空は外国人旅行者をパキスタン料理でもてなすため、ほとんどすべてのヨーロッパ方面の便でビディアニーを機内食に採用している。パンジャブ地方とパキスタン北部には肉を含まないバージョンもあり、宗教的なタブーにかなっていることから非常に人気がある。スパイスの刺激を抑えるため、この料理にはヨーグルトや野菜が使われている。 メモニビリアニメモニビリアニは、シンディビリアニと非常に似ており、メモン族によって作られた。他のビリアニと同じように、メモニビリアニにも様々なバリエーションがあるものの、バンチャのメモン族のレシピが代表的なものとして知られている。メモニビリアニは、洋肉、ヨーグルト、フライドオニオン、ジャガイモ、トマトなどの材料で作られる。シンディビリアニに比べると、 トマト分量は控えめである。またメモニビリヤニは他のビリヤニと比べて着色が控えめであり、様々な種類の肉やベー、野菜の持つ豊かな色彩をオレンジ色で損なうことなく楽しむことができる。メモニビリヤニはパキスタンのカラチのものが特に有名である。スリランカビリヤニスリランカのチキンビリヤニスリランカにおいてビリヤニはムスリムたちの間で 最も人気のある料理であり、通常は鶏肉、牛肉そしてマトンなどが用いられる。また多くの場合、スリランカビリアにはインドのビリアによりもスパイスの効いた味付けとなっている。なお付け合わせには、アチャールやマレーフルの漬物、カシューナッツのカレー、そしてミントのサンバルなどが好まれる。さらに米の代わりに、ホッパーが用いられるレシピも人気がある。こちらの料理には、 スクランブルエッグや野菜の付け合わせが添えられることが多い。タハリバングラデシュの家庭におけるビリヤニタハリはベジタリアンバージョンのビリヤニの俗称であり、パキスタンやインドの家庭で人気が強い。一方バングラデシュでは伝統的なビリヤニで肉に米を加えるのとは逆に米に肉を加えたビリヤニがタハリと呼ばれる。カシミールではタハリは道沿いの屋外で提供される。 これは旅行者が空腹の場合、食べて空腹を満たせるようにしているためである。ビルマビリアニミャンマーの都市ヤンゴンの有名ビリアニ、専門店カイエットシャルスンでのビルマビリアニミャンマーでもビリアニは同様に有名である。主な材料はカシューナッツ、ヨーグルト、レーズン、豆、鶏肉、クローブ、シナモン、サフラン、ベーリーフである。ビルマビリアにでは鶏肉は 米と一緒に調理する。このビリヤニはスライスオニオンとキュウリのサラダと一緒に食べるのが一般的である。ヤンゴンではいくつかのチェーンレストランが独占的にビリヤニを取り扱っている。またしばしば宗教的な儀式、祭りや昼食会などでも食べられている。ミャンマーのビリヤニにはバスマティ米よりも国内原産の特別な米が使用されることが多い。 タイビリアニタイのカオモック街とサテ。南部省とハジャイの屋台料理タイでは、ビリアニはカオモックとして、ムスリムたちの手により、大衆化され、大前土で有名である。鶏肉を使用したものが最も一般的であるが、イスラム教徒の間では、ヤギバージョンも食されている。マッサマンカレーやサテと共に、ビリアニも特筆すべき、タイのイスラム料理の一つに数えられる。また、 ビリヤニは、平ナを刺して用いられることもある。マレーシアのナシビリヤニマレーシアとシンガポールでは、ナシビリヤニなどと呼ばれている。これは、ルンダンやバンドンと一緒に食べられることが多く、これは、特にムスリムの結婚披露宴では、一般的な組み合わせである。ナシベリヤニギャムと呼ばれる特別なナシビリヤニは、非常に有名であり、マレーシア最南端のジョーホール州。 中でも特にマウアとバドゥパハで好まれる料理である。シンガポールシンガポールの武器場とのナシビリアニ、シンガポールでビリアニは、マレー系住民からは、ナッシブリーニと呼ばれ、インド系住民からはシンプルにブリーニと呼ばれる。この料理は、地元住民、特に、インド系とマレー系住民の間で非常に人気が、高い。なお、インドを呼び、マレー系の結婚披露宴の料理としても、 一般的である。また、インド人街やアラブ人街には、専門のレストランがあるほか、島全域のコーヒーショップの、インドムスリム料理コーナーにおいても、数種類のインドや、マレースタイルのビリヤニを見かけることができる。最も一般的なタイプは、チキン、マトン、または魚を使ったもので、アチャールやライタ、そして片茹での卵と共に食べられることが多い。また中には、 アフガニスタンやイラン、そして、トルコ風のビリヤニを出すレストランもある。フィリピンフィリピン北部のルソン島、パンパンガ州、南部のミンダナオのムスリム優勢地域や、スール諸島にもビリヤニがある。パンパンガ語のナシンビリヤニは、マレー語のナッシビリヤニと関係がある。ミンダナオ島では、ビリヤニスタイルの米料理は、祝祭の大きな祝祭の際に並べられる。 インドネシアのナシケブリナシケブリとは、インドネシアのスパイス、ヤギのスープ、ココナッツミルク、ギーを使った蒸しご飯のことで、インドネシアのアラブ系コミュニティ、ジャカルタのベタウィジンに好まれている。ナシケブリの起源は、中東の食文化に遡り、特に、イエメン系アラブとインド系の食文化からの影響が、多く見られ、ビリアニと何らかの関係があるか。 そこから派生したものだと考えられている。イラクのビリヤニビリヤニは中東、特にイラクで人気がある。イラクビリヤニには通常サフランで香味付けされた米をベースとしてラムもしくは好みの種類の鶏の肉が用いられる。香辛料の使い方に関して言えば、イラクビリヤニは東南アジアのものに比べてとても控えめな味付けとなっている。また時には、 ベルミチェッリが用いられたり、ミックスナッツやレーズンが散らされることもある。また、イランにおけるビリアニは、ビリアニの伝播と発展の歴史を考える上で、特に重要である。イランビリアニイランでは、サファビー朝時代に、ベリアン、ポーロと呼ばれる料理が存在した。この料理には、ヨーグルトや、ハーブスパイス類、ブドウやプルーン。 ザクロなどのドライフルーツと共に一晩マリネされたラムや、鶏肉などが使用され、加熱には、タンドールが用いられていた。そして、タンドールで調理された肉は蒸した米と共に一緒に、食卓に並べられた。現在でもいくつかの都市でこの料理は、デカメートルポクドもしくはデカメートルポクタック、という名で親しまれ、未だに原型に近い形を残している。これは、 蒸して調理されたという意味のペルシア語であり、これは、この料理で重要な位置を占める蒸し米を指すものである。また、このデカメートルポクドやデカメートルポクタックという名称は、ベリアニという名前と並んで、イランでは、頻繁に使用されている。さらに、ミャンマーなどの南アジア各国では、この古いペルシア語に由来する、ダンパワックという呼称が、 一般的に用いられている。また、エスファハーンというイランの中心的な都市では、煮込んだ後に細かく刻む通して調理されたマトンや、ラムを専用の丸くて浅いフライパンへ入れ、オーブン、または直火により加熱することで、ベリアンを調理する。出来上がった肉は、シナモンパウダーを振りかけ、さらにニャン、イータフチュンや時には、ニャン、イーサンガックなどのイランナンに挟んで、 食べるのが一般的である。ノンベジビリヤニには多くのバーエケー肉や洋肉などが使用されるが、それ以外の材料もビリヤニの調理に用いられる。エビビリヤニこのビリヤニはエビの柔らかく繊細な香りを引き出す。エビビリヤニは調理が早く、エビ以外の材料のように煩雑かつ長時間のマリネ処理をする必要がない。エビビリヤニは大抵 ベーガンマサレダールが添えられる。フィッシュビリアニはシンディビリアニやエビビリアニと同じスパイスを使うが、エビ、牛肉、マトンや鶏肉の代わりに、種々の魚を用いる。ヨーロッパや、北、アメリカでは、サーモンビリアニが人気である。また、イギリスでは、ケジャリーとして知られている。ダールビリアニとは、ベジタブルビリアニの材料にダールを加えたものである。 ダールを使うことで、タンパク質が摂取でき、ベジタリアンに人気がある。ありがとうございます。